ひなです。ピンクラテ TV 始まるよー、イエーイ。はい、今日の企画はゆなの毎日スキンケア紹介です。イエーイ。今日はゆなの毎日のスキンケアを最初から最後まで全部お見せしたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまずはクレンジングからやっていきたいと思います。まず最初にカラコンを取りますね。はい、じゃあカラコンを取りました。じゃあ最初に髪の毛を結んでターバンをします。ひみかちゃんとおそろい。はい、やっていきます。まずクレンジングをコットンにこれぐらいつけてクシュクシュってやります。全体にこうやって行き渡するようにクシュクシュってやっていきます。そしたら鏡を見ながら眉毛と目を取っていきたいと思います。結構ここでマスカラをしっかり取っておかないとメイクの取り落としができちゃうので、ここでしっかり落としてください。はい、こんな感じです。次、このクレンジングを500円玉ぐらいつけて、おでこ、両方で、鼻、顎につけていきます。そしたら3本指でくるくるって円を描くようにやっていきます。くるくるって優しくやります。それでクリームが透明になったなとか、あとクリームの重さが軽くなったなと思ったら終わりで大丈夫です。じゃあ洗い流していきます。はい、洗い流してきました。そうです。じゃあ次にホーバーオイルをやっていきたいと思います。私が使っているのは、無印良品のホーバーオイルです。これは週に1回行います。これを3、4滴かな、それぐらい垂らして、またこれも全体にこうやってくるくるってやりながら、マッサージとあと取り残しがないか確認のためにやってますね。これやると、なんていうの、毛穴の汚れとかいろいろと取ってくれるので、やるといいです。スッキリします、すごい。はい、こんな感じでまた洗い流してきます。はい、洗い流してきました。じゃあ次は洗顔をしていきたいと思います。まずね、ちょっと軽くこのネットを濡らして、そしたら洗顔料をこれぐらいつけます。そしたらもうクシュクシュっていっぱいクシュクシュってやって泡立てます。これぐらいかな、こんな感じでふわふわしてます。これを顔に全体つけていきます。でまたくるくるってやっていきます。泡づくしにします。こんな感じかな。前は見えない。どうやってたの、ちょっと目は切れないんですけど、こんな感じです。じゃあ洗い流していきます。はい、洗い流してきました。ちょっとさっきは泡のところを見せたんですけど、じゃあ次にお風呂上がりにすぐシューってやるアベンヌウォーターカッコスモールっていうミストタイプの化粧水をすぐお風呂上がりすぐやります。洗顔終わりとかだったら大丈夫です。これを髪くりポンポンって押さえます。はい、こんな感じでちょっと浮かせます。はい、ちょっと浮かせました。じゃあその後はパックをしていきたいと思います。これ私のおすすめのパックなんですけど、毛穴なでしこっていうパックです。これ10枚入りです。これ使うと本当にもう次の朝肌の調子が全然違くて、すごい毛穴もキュッてなって肌がね、もう潤ってるんですよ。でもめっちゃコスパもいいのでぜひ使ってみてください。じゃあやっていきます。パックもね、週に私2、3回、まあ2回ぐらいやる感じですね。この毛穴のデシコは5分置きます、時間を。はい、こんな感じです。ひなです。パックすると誰だか分かんない。すごいお化けみたいな顔をしてると思います。これで5分待ちます。はい、5分経ちました。外してちょっと軽くなじませてください。そしたらちょっとこの残ったやつで腕とかこうやって
いつも私はやってます。こうやってやると本当に腕まで足とかやると本当に本当潤いがすると思うので、やってみてください。潤いになります、腕も足も。こんな感じでパックは終わりです。はい、次に化粧水と乳液をやっていきたいと思います。私が今使っているのはこの無印良品の化粧水と乳液、敏感肌用の高保湿タイプを使っています。これ他にも今ちょっと前まで使っていたエフェオーガニスクっていうやつなんですけど、ミストのやつと化粧水乳液なんですけど、ちょっと前までオーガニックにハマってて、オーガニックで匂いがちょっと苦手なやつとか好きなやつとかあるんですけど、これめっちゃいい匂いで個人的に好みなので使ってます。肌の調子とかに合わせて使い分けています。じゃあ化粧水やっていきます。これをまあ結構これ出るんで、ワンプッシュぐらいかなやったら、顔にねこうやって軽くポンポンってやっていきます。はい、こんな感じです。次に乳液もまた変わらずワンプッシュでやっていきます。めっちゃしっとりするんですよこれ。無印だから結構コスパも良くて、見た目もすごいシンプルでおしゃれだから、みんなも真似できるんじゃないかなと思います。ちなみに私が今使ってるのが高保湿タイプなんですけど、この他にもしっとりタイプとさっぱりタイプがあって、しっとりタイプは多分高保湿タイプとあんまり変わらないと思うんですけど、あんまりベタベタするのが嫌だなっていう人はさっぱりタイプの方を使った方がいいと思います。はい、終わりました。てかてか、以上で私の夜のスキンケアは終わりです。はい、じゃあ次朝のスキンケアを紹介したいと思います。まず朝起きたらむくむので顔が、ゆらりちゃんからもらったこの肉球のツボの手みたいなやつで、顔をこうやってググーってツボをして、ググーって流してって、でむくみを解消しています。にゃん。続きましてこちら、朝起きて顔バシャバシャって水で洗った後に、このハトムギ化粧水を使ってるんですけど、あともう一つビューネックを使ってるんですけど、この二つもさっきのヨリオと一緒で、肌のトラブルに合わせてこうやって使っています。朝はやっぱりさっぱりしたいので、こういうシャバシャバした感じで使っています。こっちはね結構一人化粧水としても使えるのでおすすめです。こっちはニキビの元を抑制してくれる成分が入ってるらしいので、ニキビとかが気になるよって子は使ってみてください。続きまして、いろいろ体とか髪の毛とかのケアの方を紹介していきます。まずボディケアの方です。これがエチュードハウスマルチゲル AL っていうアロエのなんかボディジェルなんですけど、これをつけるとすごい肌とかもさっぱりするんですけど、潤いが続くんですよ。すごいなんか外出るときにこうやって塗ってさっぱりするのになんか潤ってるみたいな感じで、これはめっちゃおすすめです。しかも匂いもめっちゃいいんですよ。次にこちら、ケラチナミンっていうお薬みたいな感じのミルクなんですけど、これは夜に使いますね。寝る前にこうやって使うと次の日までずっと潤いが続くので、これおすすめです。最近は乾燥がねすごいので、ベビークリームは必須です。次によく聞かれるヘアケアを紹介したいと思います。まずこちらヘアミストなんですけど、これはピティサンラビーさんから誕生日プレゼントでいただいたもので、ジラピケのやつです。これを 1,2,3 ってやって、髪の毛にこうやって軽くこうやってなじませて、手ぐしやってから櫛で解くとサラサラするんですよ。すごくメープルシロップみたいな匂いがするんですけど、その匂いがつくし、しかも髪の毛もすごいトゥルンってサラってするんですよ。これめっちゃいいです。ありがとうございます。次に N ドットっていうところのポリッシュオイルなんですけど、これはなんていうの、スタイリングをした後に最後の仕上げとして3滴ぐらいポンポンポンってやって、こうやってなじませて使うやつなんですけど、これ顔にも使えるし体にも使えるらしくて、私はいつもこうやって 1,2,3 ってやって、シュシューってやった後に残ったやつをハンドクリームみたいにしてこうやって使っています。メイクさんに教えてもらってから使い始めました。次にミランダっていうマルチビタミンヘアオイルなんですけど、これをプチッと取ってお風呂上がり水を拭きをした後にプシューってやって髪の毛にまたなじませて夜寝る
ると次の朝すごいサラサラになったりします。これなんか成分が色によって違うらしくて、人それぞれのトラブルに合わせて使ってみてください。はい、じゃあ次ハンドクリームを紹介します。これひめかちゃんから誕生日プレゼントでもらったんですけど、ジリチャートです。やっぱハンドクリームって匂いがいいってやっぱ使いたくなるじゃないですか。これめっちゃ使っちゃうんですけど、ホワイトフローラルの香りなんです。これめちゃくちゃいい匂いで、チューブから出してこうやってやってるだけでもういい気分になって、はーってなってもう最高です。最後に私がよく使っている日焼け止めを紹介したいと思います。ではアネッサのホワイトニング UV ジェルっていう顔と体用です。これはなんていうの、日焼け止めとしてもすごい万能なんですけど、ちょっとミルクみたいな感じになってるので、これを、はい、こうやってつけるとすごいスッて馴染むのに保湿力もすごくておすすめです。肌が私ちょっと弱いんですけど、これは敏感肌にも使えるやつなので、そんな心配しずに使えますね。こんな感じで軽く馴染みます。これからの季節やっぱ日焼け止め対策は結構大事になってくるので、ぜひ使ってみてください。はい、ということで私のスキンケアは以上となります。参考になった部分もね、あったら嬉しいなって思います。あと皆さんのおすすめのスキンケアとかもコメント欄で教えてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。